しささしささ、へい、どうもさん、こんばんは。本日もですね、前回に引き続き、伊勢海老狙って潜っていきたいと思います。ちょっとね、前回 GoPro の不注意で、撮れはしたんですけど、映像が撮れてなかったので、今回はですね、GoPro をしっかりね、新しく買ったんで、電池。しかも今回2台持ちで行くんで、確実に映像を収める方向で行きたいと思います。で、前回と違ったポイント言ってるんで、まあおそらく人が潜ってなければ、いるんじゃないかなと思います。エビ優先にして、やっていきたいと思います。はい。OK! じゃあ安全第一で、行っていきたいと思います。行きます。行ってきます。こちら久しぶりに潜ったポイントではあるんですけど、やっぱりあれだね、いないね魚で、まあ、種類としては英語はイラブチャなんですけど、スジブダイ、ブチアイゴ、アバサー、ウマヅラハギだった多分、これがクレーミーバイで、ミーバイ、ヒブダイ、アーガイですね、トカジャ、チヌマンで、これ初めて今回ちょっと美味しいのか分からんけど、セリに出してみようかなって、ちょっと試しに。そして今回お目当てなのがこちら、でほぼ島伊勢海老ですね、このサイズ17匹ありました。こんな感じですね、まあ、一応目標はこちらだったんで、金魚を開けって言ってるけど、なんかサイズちっちゃいね、数はいるんですけど全部ちっちゃいので、ちょっと選びながらつかないといけないっていう状況ですね。今回はこっちで一回止めるかな。忘れてました。こいつもいましたね。公式 LINE を始めましたので登録よろしくお願いします。お願いします。
はい、お疲れ様です。お疲れ様です。4時間半ぐらいか、いつもと同じ感じですね。はい、こんな感じです。どん。目的のエビはこちらですね。でも結構探さないといなかったので、結果的に言うと入られてるんじゃないかな。うん、入られてる感じです、ね。うん、誰か入ってるはず、先に。11匹。そ
してタコが2匹でトカジャ、ニセカンナハギ、アオノメハタとミーバイ、これクチナジとこれがイヌバ、でイスズミ、カワエがいっぱいまだいましたね。でアバサーが2位でマクブとエイゴアトで、今回初じゃないこのポイントで。沖縄本島でこれを見たのは3回目ぐらいだ、うん、多分ね地方釣りだと思う。サイズ全然でかいね。すごいよね、先月ぐらいから本当に。で今回2回目の伊勢エビ狙いだったので、サムネはトータルの2日分の何が何だか分からんサムネこんな感じかな。今回ここで締めますか。はい、伊勢エビ解禁したということで、伊勢エビをできたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。